Hello， 我是阿怪，今天要介绍《苍鹭残响》。《苍鹭残响》是一款二次元机甲巨型美少女策略的手机游戏。在经历一场突如其来的通古斯大爆炸之后，人们发现一种名为尼姆比斯的巨大晶体。在此时，出现了机器生物原罪。为了对抗原罪，参与的人类共同组建了艾吉斯组织。培养一批可以幻化出巨大身躯的少女人形兵器，从此人类正式拥有了对抗原罪的能力。游戏的玩法是强制类型，可以在3×6的最多18个格子中安排5位角色上场，而在上场之后，角色们也都会自动战斗，也会自动使用专属技能。而在这款游戏当中，角色拥有多样的职业，像是捕食，他能补给到的范围也会有所限制，所以我们需要依照敌人的能力来考虑安排战斗的位置。在战斗上面也有很多的技巧，而玩家将可以收集多样的美少女，组成众多巨大少女人形兵器。另外，在通关1-5之后，也会送取免费实验抽，这些实验抽是可以重复抽取的，直到抽到自己想要的人物。目前游戏是台版抢先测试，那我们看一下游戏的画面吧。好，我们要开始。我们今天玩的游戏叫做《苍鹭残响》，它是一款二次元巨大机器策略手机游戏。对，巨大机器。我们先把人物先排上去吧。那目前的话，在 Google Play 上是预先，应该是说抢先测试。我们现在试看看它是什么样玩法，应该是那种即时自放置玩法吧。好，我们可以速度加快，但是我们先放一下，看一下它的玩法。声音有点大。攻击结束之后，什么会有第三回合吗？那其实这些里面的算是机甲少女吗？他们在现实上是超过一般人类的大小啦。它的剧情设定是这样的，玩法应该就差不多这样了。战斗的方法，怎么觉得很像之前玩了一些机甲少女游戏？哦，怎么了？来了，被偷袭了，真的被偷袭了。好像是去救的剧情哦。领航是谁啊？就是我。
好，现在第二场战斗切换一下，它只能放三只吗？应该不止啦。如果只能放三只，也战斗太少了。我们快速一点啊，节奏快一点啊。哦，还都在做教学而已。怎么又有战斗了？我是不是错过什么？啊，所以可以多放一只支援型的。哇，打 boss 了。这样才对。唬错人的啦！一歩たりとも近づけさせません。ダニューブのために。ブレイド X。わらわの番が。
一歩たりとも近づけさせません。ダニューブのために。ナビゲーターとしての基本知識はここまで。これからあなたがどんな物語を書くか、ぜひ見てみたいな。でもしばらくあなたの近い以後の盾があなたを守るように。私のナビゲー。あの日、記憶喪失にでもなったのかって。そんな中、かつての俺にいたかも。なくしたものとこの能力を返し、ドライバーたちとの精神感応を行うことで。新型武装、この月隊、この脳、それでも彼らにとって俺こそが。俺は戦う。人類文明を飲み込み融合せんとする。ゲッ。ここはあなたの受信。他の人たまによくチェックしてね。おかえりなさい。イカのパスタを作ったんです。ナビゲーターさんも食べてみ。どんなに大変なことがあったとしても、きっとみんなが満足できるような結末を迎えられま。情報繰り返します。お兄ちゃん、あと5分。ギア、気分が悪くなったら。分かった。無理はしないか。今の状態がすでに無理をしているんだ。症状が増悪すれば。それでも彼女、今日は情報官、彼女にとって。ナビゲーター、繰り返します。すみません。そういうこと。あなたを殺す。直ちに伺います。看到了不同全面呢。ブレイド X。 キー、伸び広がりなさい。
あなたを殺す。直ちに伺います。スカッシー早くブレイド X 研究所もうすぐ。はあ、懐かしい匂い。あなたが真のつ…よう、あんたがナビゲーターか。言っておくが、私は…こんにちは。あんたがな…私は根滅正体のタイプ。ようやく見つけたぞ。僕の名はカレン。もし僕のケリを受け流すことができたら…私はコーリンナ。こんにちは。はじめまして。はじめまして。ダニューブのこんにちは。